言われる通りにやっててもできないじゃんみたいな裏切られた感。ただ模試受けたからって本当にそれ出るか分かんないじゃないですか。一番やった方がいいって今年言ってるのは Z 会の実践模試なんですよ、まあ、ちゃんと読み比べて自分が鍛えたい能力のものを使った方がいいかな、まあ、でも本当に予想じゃないですか今回は。あの問題見る限りだったら正直何かした場合はみんな被害受けるから、まあ、完成度で勝てと。ということで始まりました、もちチャンネルです。今回はですね、あ、中森先生においでいただきました。はい、ハローです。中森です。今回は大気に聞きたい気の真面目なバージョン。お、真面目なバージョン、はい、はい、なんですが、やっぱりですね、共通テストが怖い怖いっていうですね。あー、まあそうですね、はい、もうやっぱり今まで行われてなかったテストなんで、はい、すごい来るんですけど、どうしたらいいんだとですね、はい、助けてっていう声がいっぱい来るんですが、はい、どういうアドバイスとかしてるんですか。まあしてますね、動画でも出してますし、まああの校舎の方からも結構やっぱり質問来ること多いですし、滝大塾としてどうやって指導していくんですかみたいな話とか、まあそこはかなり話してますね。どういった形で、はい、既存から言うと、もうあれ慣れしかないでしょっていうところはありますかね。やっぱりセンターと全然違うっていう科目も多いですし、でもじゃあ難しいのかと言われると、うん、まあ、リスニングは明らかに、まあ、先生もご存じだと思うんですけど、ね、難しいじゃないですか、配点上がったし、うん、でも他の科目に関してはセンターよりむずいかって言われると、うん、いや微妙だと思うんですよね、うんうんうん、じゃあセンターと変わったかと言われたら変わったんですけ ど、 なるほど、センターよりむずいかと言われると、まあむずいっちゃむずいけど慣れでどうにかなんじゃないのって気はしてるかなっていう感じですかね、はい、なるほど。まあ英語とかもね、そうですよね、はい、知識問題がなくなった分、はい、楽だっていう人と、はい、やだあそこしか取れなかったのにもう長文延々読まされてつまんないとかでね、もうやだって言ってる人もいますもんね。これまでこう一般的に今センターとかを想定して勉強してて、生徒さんたちは言われてたわけじゃないですか、はい、こういう英語はこういう風に勉強しなきゃダメだみたいなこと言われてて、裏切られた感あるかなと思いますよね、うんうん、言われる通りにやっててもできないじゃんみたいな感じがちょっとするかなっていう気がします、ね、そうですよね、確かに。やっぱどうですか、やっぱ申しは受けてった方がいいですか、慣れっていうと。いや受けた方がいいでしょうね。ただ申し受けたからって本当にそれ出るか分かんないじゃないですか。そうなんですよね、初年度なんでね、1年やっちゃえばもう模試も精度が絶対上がるんで、うん、それは大丈夫だと思うんですけど、今年は模試受けた方がいいんですけど、まあ、外れる可能性は全然あるかなとは思いますよね。そうなんですよ、いわゆる思考テストに結構準拠して作られてたのからちょっと変わったのもだん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 模試出てきてるって言われてるんで、予備校側もね、もう試行錯誤して作るしかないわけですもんね。あとはなんかセンターやった方がいいですかって質問もいっぱい来るんですけど、これは理科基礎みたいに、はい、そもそもセンター過去問以外やるものがないやつはなるほど、やんなきゃダメじゃないですか。いや僕は一番やった方がいいって今年言ってるのは Z 会の実践模試なんですよ。はいはいはい、まあ、Z 会の実践模試っていうやつがすごいやっぱ力入れて作ってて、うん、あれは、まあ、今年過去問の代わりに使うとしたら一番いいかなっていう話をしてて、なるほど、でそれがない科目もやっぱあって、その場合は赤本とか、まあ、黒本とかでいいんじゃないというふうに言ってるんで、はい、そっか、そこにも載ってないのがあるわけですもんね。そうなんです、はい、なるほど、そういう状況になっているわけなんですね、はい、まあじゃあ実践模試系今年いっぱい売れそうですね。じゃあね、もう予想問題パック、あの、はい、全教科セットであるやつです、はい、あれももう出始めてるんで、はい、まあ、あの辺とかやった方がいいんじゃないかなと思いますけど、そうですね、予想問題パックがありますね、はい、でただちょっと気をつけた方がいいかなと思うのは、いわゆるその僕もセンター試験のルートとかの時に短期攻略とか、はい、みたいにそのいわゆるセンターに特化した問題集って今回共通テスト版でもまあ続々出てるんですけど、はい、あれはやる前に実践模試とかをやってからやった方がいいと思います。なるほどなるほど、はい、それはなんでなんですか。なんかどう聞かれるのか分かんないとその問題の回答だけ覚えて終わりになる可能性が高いかなっていう、ほうほうほう、なんかその英語でもそうだと思うんですけど、あれ情報収集能力がかなり重要じゃないですか。だからパターンを覚えてどうにかなるっていうよりは、その問題文の中から必要な情報とか何すればいいのかっていうのを分かった上で基礎知識をその中に当てはめるみたいな作業がいるとは思うんで、うん、知識だけ入れ込んでも、うん、本番の対応力がなかったらどうにもならない問題な気がするんです。なるほどなるほど、だから実践模試の方がはるかに今年について大事かなと、おお、なるほど、思っていて、実践模試が大事であると、はいはい、それを挑んだ上でこういう力が必要なんだ、こういうことやんなきゃいけないんだっていうのが分かった上で、ああいう特化した問題集とかを使っていくのは全然いいかなと思うんですけど、あとは単純に演習が足りなさすぎていきなりは入れないみたいなものだった場合は、まあやってからでもいいかなと思うんですけど、一番怖いのはそういうセンター試験の時みたいなその専用の問題集やって過去問の演習ができないと同じような状況になることなので、実践模試優先でやった方がいいかなって感じですね。ほうほうほう、はい、
じゃあそこ実践模試終わって入るだったらこの参考書ってありますか、まあ、今までセンターだったね二大巨頭みたいなのがあったと思うんですけど、はいはいはい、まあ、いわゆるやり方本をやりたいんだったら決めるとか、はい、まあ、面白いことみたいな、やっぱあとは Z 会も結構これ出してるんでハイスコアっていうやつですね、はいはいはい、ただやっぱり出版社によって特に今回英語と現代文が面白いと決めるで全然構成が違うんですよ、まあ、様子見したパターンと結構こう思考問題に合わせてきたパターンみたいな違いがあったりするんで、まあ、ちゃんと読み比べて自分が鍛えたい能力のものを使った方がいいかなっていうのはあるんですよ。両方やっとくのはどうですか。いや本当に時間があったら別にやってもいいんですけど、いやもうそこまでやるんだったら思考問題だけ対策して実践模試とか予想問題集やった方がいいんじゃないとは思いますね。なるほど、じゃあまあやっとくんだったらまあどれか一つみたいな感じ で、ね、今までやってどうですか、おすすめとかあります、これ大変で、まあ、実際の試験がないまま ね、 ねおすすめって言われても、いやもうでも本当にさっき言った実践模試がやっぱり一番やり込んどいた方がいいかなとは思いますね。だから怖いのがその、まあ、裏切られた時ですよね。そうですね全然違った場合、ね、はい、どうなっちゃうのかっていうのありますからね。今回のその新試験はセンターよりも難しくするのが簡単に感じるですね。難易度上げようと思ったら、はい、英語とかはまあ露骨ですけど、あれだって長文の量増やされたら一発って何が上がるじゃないですか。そうですね、うんうん、時間足りなくなるんで、はい、そこがちょっと怖いよなと思ってますね。平均下げようと思ったら量増やせばいいじゃんっていう、すごいなんか単純な発想になりそうで怖いとか、あとちょっと難しくしたつもりが激ムズになるとかが普通にありそうな気がして、うんうん、ちょっと怖いですね。ね、初年度だからきっと優しくなるよとかって 、ね、言ってる人もいますけど、どうなるのかわからないですからね。多分そうだとは思うんですけど、なんかでも制作者側も、まあ、意図しないレベルで平均点が落ちることがあるんじゃないかなっていうのがちょっと心配はしてますね。思考問題の時点でもやっぱり結構特に理系科目が平均点低かったじゃないですか、はいはい、で、まあ、英語とかは比較的予想通りというか、うん、狙い通りの点を取らせていたと思うんですけど、そこを考えた時に本当に例えば平均点50点取らせていた時に50点が狙いに行ける問題の制作の度合いっていうのが、うんうん、制作側がどこまでこう実感があるのかっていうのは怖いなとは思ってますよね。確かにどんだけ初見殺し出てくるか分かんないですからね、はい、まあ、リスニング至っても、まあ、1回読みが増えるって言われてますからね、はい、そこで初見殺しみたいな問題が、はい、そうです、出てこないといいんですけど、正直よほど実力ある人だったら対応力でなんとかなっちゃうというか、地頭ある人はあれは取れる試験だとは思うんで、そういう意味ではもともとその進学校いててめちゃめちゃ難しい問題とかで対応してるような人間はかなり強いかなっていう今回の試験はっていうことで、あとはでも心構えとしてはあの問題見る限りだったら正直難化した場合はみんな被害を受けるから、基本的には実践模試とか思考問題に合わせてひたすら対策しておいて完成度で勝てという感じかなと思いますけどね。はい、じゃあ Z 会の実践模試がまずはやっぱりおすすめで、その後まあ何かしら対策本が欲しいんだったらやってもいいけど、まあそれよりも予想問題パックとかに入れることを最優先で、だからそこに入るための基礎知識が足りないなら基礎知識からやればいいしと思いますけど、まあ、共通テスト専用のそれに特化した問題集なんかは実践模試に挑んだ後でいいかなっていう感じですね、今回に関しては。はい、各予備校も出てるんですか、どれぐらい出てるんですか、ね、出ては来てますけど、はい、やっぱり揃ってなかったりとか、はい、あとはまあ結構これセンターとあんま変わってないよなみたいなのあったりとか、ああなるほど、あるんであまり違いがないぞみたいなの、ね、そうですね、だから絶対やんなきゃみたいなのはそんなにないかなって気は、足りないと思ったものを足せばいいんじゃないっていう感じですかね。なるほど、 Z 界の予想問題とか、はい、河合の予想問題、はい、あ寸大の予想問題とか出てますね、はい、いろいろ、まあ、でも本当に予想じゃないですか今回は。そうですね本当の予想ですねそうですね、本番が一回もないから本当の本当に予想なんで、いやもう正直外れても泣かないっていう覚悟は必要かなとは思いますよね。そうですね、はい、はい、じゃあ中野先生から激励のメッセージむちゃくちゃなそうですね、まあ、でも僕自身は、まあ、今の武田塾の生徒とかの結果見せても思うんですけど、はい、やったら点取れる試験だとは思ってます、うん、なんか理不尽な難易度にはならないかなとは思うし、そこまでめちゃくちゃなことにはならないかなとは思ってるんで、ちゃんとさっき言ったような問題集とかをやっていけば点取れると思うんで、まあ、心配だしもう変わってふざけんなよっていう気持ちがある人もいっぱいいると思うんですけど、でもね、ちゃんとやれば絶対点は取れるんで、ぜひ諦めずにしっかりやってほしいと思います、はいはい、今回は中野先生にですね、共通テストに関するアドバイスをいただきました、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。